はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、今日のテーマは、S&P500 下落、揺らぐ米国最強説、巷の3つの意見。ということでお話ししていきたいと思います。はい。はい、まあ、これまでですね、まあ、米国が最強と、S&P500 が最適解だと。うん、イケイケどんどんだったわけなんですけども、そういう時代もありましたな。まあ、ご存知の通り下落してきまして、まあ、調整ですね。まあそうですね、入ってきまして、まあ、ちょっとリセッション入るかもしれないけど必死になって止めようとしてますね。そうですね、まあ、それを受けてですね、この最強説がまあ揺らいできたなと、いろんな意見が出てきたなっていうところですね。あ、そうなんですね。はい、はい、僕の方でそれをですね吸い集めてですね、おおよそ3つくらいのこの方向性が出てきたなということで、うん、今回それを紹介しながらちょっとマネーセンスとしての意見を述べていきたい、そんな企画になっております。なるほど。まあ我々ね、 S&P500 一辺倒に物申すみたいな、あのバフェット先生のやつですね、手紙ね、奥様に宛てた遺言書みたいなやつで、だから S&P500 なんだと、まあありましたね、あれ 2,3 年前かな。まあそれからもうちょいちょいことあるごとに、でまあ我々はね常に債券運用をしてくださいとそうですね、債券も取り入れてバランスよくいきましょうと、全世界にまんべんなく行ってくださいと、まあずっと行くだけじゃないですよっていうことを警鐘を鳴らしていたってことですね。相場がね、うなぎ登りに上がってる時なんちゅうものは、まあみんなそんな意見聞かないんですよ。ああ、そうですね。はい、もう行き過ぎちゃう。まあこれがお金の力であり、怖いところでもあるんですよね。はい。それは教訓として生かされているのであればいいのかなっていうふうにも思うし、まあ別に終わってるわけでもないので、そうです。それは一つの考え方だしね。うん、僕らはおすすめはできないし、投資初心者の方には輪をかけておすすめできない、で、まあ、その理由についてもお話ししていたし、で、まあ、今回ね僕らが警鐘を鳴らしていたものがまさしくその通りになってるので、そうですね、あ、こんなに意見出てくるんだと思って僕はちょっとびっくりしましたけどね。なるほど、はい、3つ意見があるっていうことですけど、この意見っていうのはどんな人が言ってるんですか。まあ、YouTuber であったり、数々のブロガーであったり、まあ、いろんな複数のご意見ということですね。そうですね、いろんなところありますよね。S&P500 ね、一強って言ってた人たち、まあ大体それはつきますよ。まあね、イケイケどんどんの時には見なかった記事、今なら多分見てもらえるから書くんだろうなと思う記事、概ね集めた結果、まあ、3つの方向性っていうのがありまして、はいはいはい、今継続、集中、分散、まあ、この3つに分かれるのかなと思ってます。まあなんかパッとしないですね。分かんないですね。まず継続ですね。継続、はい、はい、まあ、これ分かりやすくて、今までもS&P500 米国に集中投資する中においては当然振るわない時期もあるんだと、前提もある。でも長期的に見たらこれが米国一強集中は投資の最適化の一つだって大体みんなそう言ってたんですよね、あのイケイケどんどんの時は、でちょっと落ちてきて、でも継続ですから、継続する方はまあやっぱりこういう下落も織り込み済みですと、だからこそまあ、これを受けても米国で行くんだぞと、継続するんだぞというのがまあ継続派ですね。なるほど、最近なんか本出された厚切りゼーションさんとかも、もう S&P500 そうですね、一辺倒みたいな感じに、まあ、僕ちょっと詳しく見てないんですけど、まあ、多分確かそうだったような気がしますけども、それでなんかツイッターやめられたっていうので、一回燃え上がって、いや、まあ、定期的に消してるからそれが重なっただけですっていうので、でもそれからもこの継続ですかね、はい、まあ、そういう時期もありますよと、そうそうそう、もう関係ないですと、そう全然そのままいけばいいと思いますということですよね、はい、いいんじゃないですか。まあ、あの一本筋が通ってますよね。だって最初からお勧めしてた時からそういうことは言っておられたでしょうし、まあ、僕らもそういうことは言っていますので、10年ぐらいねほとんど横ばいというような時もありますから、そうですね、はい、過去10年が良かっただけというのはありますかね、はい、またちょっとね思ったのは、本当に今回のその下落で不安を思った人に対しては何の意味もないメッセージなのかなとはちょっと思いましたけどね。ただまあそういう人たちがねその力強くそう言ってくれているのであればいいんですけど、その怖いなと思った人たちは
その時にアンチテーゼを探そうとするの で、 そうです、ね、当然いっぱい意見きますよね、うん、僕らの、ね、動画も出てくると思うんですけど、うん、そういうふうに調べられたら、うん、だから不安の解消にはなってないですよね。そうです、ね。はい、でもそれがまあ勉強だっていうことにもなるし、はい、方向性を変えたいのであれば今からでも十分間に合うし、うん、大きくね、既存してしまった分はしょうがないですけど、まあまあまあそこは初心者の時に王道に行かなかったっていう、それは自分の選択ですので、うん、そうですね、はい、まあ、まあ考える契機として捉えてもらえればという感じですね、はい、うん、はい、まあ、じゃあ次ですね、はい、集中、集中、まあ、インデックス投資なわけですから、はい、S&P500 の集中投資も当然こうやって下落の中に巻き込まれる時もあると、はい、ただそんな中でも業績のいい会社はありますよねと。まあ、それはねありますよね。じゃあ500銘柄ありますから。そうそうそう、はい、なのでその業績のいいものを見つけ出してそこに投資すればかなりまあパフォーマンスよく運用できますよねという、さらに集中、米国に集中しただけじゃなくその中さらに集中という意味で集中派ですね。これは2つか3つぐらいツッコミ要素がありますね、まあ、個別株ですよねということですね。多分その方は個別株投資でうまいこと言っておられた方なのかな、うん、はい、で、あのアメリカの米国株式が良かったから、うん、まあ、米国株式で行くんだったらまずは入門としては S&P500 がいいんじゃないかというようなことを言われていて、うんうんうん、そうですね、でさらにそこから選定をしていきましょうというような立場ですね。3つぐらいありますね。まあ、まずじゃあ最初から言えよってことですね。そうですね、はい、まあ、最初からも S&P500 初心者だからっていうんじゃなくて初心者にもできるその株式投資の話をされたらよろしいかなと思うし、うんうん、2つ目にそれができるんだったらみんな苦労しないよっていうことですね、うんうん、まあ、僕自身だって、うん、まあ、当然それはね株式だって個別株見ますし、うん、これは上がっていくんじゃないのとか、まあ、個別株式自体僕自身持ってることもありますので、これはねアセットアロケーションとはまた別の投資になりますけど、まあ、そういうようなもので、まあ、持ってたっていいわけだから、うん、まあ、ちゃんと話すればいいですよね、まあ、別にそのインデックス投資になびかなくたって、うん、いいわけですよね、はい、3つ目は潔が悪いですよね、うん、なんかこうその時その時で言っているような S&P500 である必要性もないですよね。まあ、そうなります、ね、はい、潔が悪いっていうのはそういう意味ですね、はいはい、だから例えば日本株式だって当然ありますよ。そうですね、うん、鳴かず飛ばずの時だって上がってるやつはありますよ、うん、じゃあなぜそれは日本株じゃなくて S&P500 なんですかと、うん、はいはいはい、いうことは言えるよね、はい、まあ、もちろんそれは下駄が履いていて S&P500 はまあ上昇してる、さらにそこから上昇していくからまあ旨味があるんだっていう言い方はあるかもしれないけど、それを一つ入れたとしてもこの3つのツッコミどころがありますね、うん、これはまずいですよ、この方はまずいですね、はい、まあ、これはさすがにあのみんな気づいてた感じはありましたね。あ、そうですか、いろんな、ね、あの記事とかにもコメント入れる。あ、そうですね、まあ、はい、YouTube もコメントは我々もコメント入れられますけど、うんうん、はい、それはさすがにみんな気づいててツッコミが入ってましたね。入ってました、はい、はい、っていうのがねあの集中派、はい、でしたね、はい、3つ目は3つ目は分散ですね。分散、分散ね、はい、我々が言ってることですね。そうですね、はい、まあ、当然もともとは投資の最適解だということで入ってるわけですけども、そうですね、布石は打ってるわけですよ。みんな振るわない時期は米国にもあると、まあ、それ一番の人も言ってましたね。そうそうそう、継続の人たちもね、そうそう、これも一継続の人も集中の人も分散の人も最初は絶対にこれは言ってるんですよ、はいはいはい、振るわない時期もあるけど長期的に見れば最適解だよと。そうですね、はい、なんですが、まあ、今回下がってきたじゃないですか、うん、なので、まあ、ちょっとこれで不安を覚える方もいらっしゃると、うん、のであれば分散を考える契機にしてはどうかという論調になる、これが分散派ですね。これも結構立ち悪いですね。いや、僕これ一番立ち悪いなと思ったんですけどね。あ、3番目がね、3番目が、ね、翔くんにとっては3番目がちょっと許せないと、まあ、許せないっていうかその一見優しく見えるじゃないですか、うん、まあ、そうだね、その時その時になびいてるだけだからね、うん、なんかこう最初にもう言ってるから、うん、危ない時もあるよと言ってるから、うん、それが今来たからちょっと考えた方がいいんじゃないか、じゃあちょっとこう一見すると論理的なように見せかけた優しさがあるなと。ああ、なるほど、はい、と思ったわけですね。多分この3番目の人も2番目の人もそうだけど、うん、ちょっと尻尾が生えてますね、なるほどね、まあ、黒い尻尾が生えてる感じがしますね、はいはい、そんな感じがしますね、
3番目の方は結構悪気を感じますけどね。結構悪気感じました、ね。分かってたと思うんですよね。まあ、まあ、そうですよね。まあもしくはなんかこう自分である程度最初にやってみてうまいこと言ったから、あ、これやっぱり情報発信したらいいんじゃないかっていう風な、うん、そういう思いがあったのかもしれないですね、はい。相対としては悪気はなかったんだろうけど、あ、まあその方の勉強不足、経験不足っていうのはあるのかな。なるほど。うん、優しいですね。まあそうとしか思えないじゃん。そうとしか、まあ、フォローしようがないんだって。ごめんなさい、ごめんなさい。うん、そうそうそう。うんうん、まあだから、いろんな意見があって、多分世の中いいと思うし、うん、それが決して間違いではないからね。うん、確かに、その過去はね、S&P500 の運用利回りって、我々が推奨している全世界投資のアウトパフォームしていたわけだから。うんうん、そうですね。だからまあそっちの方がいいよっていうふうに思うのはまあ当然だとは思うんだけど、うん、やっぱ投資の世界っていわゆる利益が上がるだけじゃないんだよね、うんうん、いわゆるその下がるっていうことがある、うん、まあその価格の変動があるリスク商品だっていうことなんだよね。でリスク商品を扱うときにはこのリスクやっぱり小さい方がいいんだよ、うん、で小さくしてかつ利益が出るものにしていかなきゃいけない、うん、それは組み合わせによるんだってことなんだよね。だからこれはもう言ったらさ、もうアセットアロケーション知らないとか言わせないから、そうですね、うんうん、まあ、やっぱり情報発信をするっていうことはやっぱそこら辺の勉強はしておいてほしいなと思うし、経験がないのであれば、うん、まあ、せめてシミュレーションをしてみて、うん、でそこでまあやっぱりその方たちも陥ってたと思うんだけど、リターンだけを見るんじゃなく、うん、ちゃんとリスクを見てほしいってことですね、うんうん、まあ正直な話、今回の下落、ちょっと風邪ひいてるぐらいですよ。そうです、ね。僕から見ると何にも感じない。うん、で、だから多分僕ら5月6月あたりとか、全然その手の動画出してないんですよね。出してないですね。はい。はい、これ、あえて出してないんですよ。うん、意味がないから。うん。うん、特に問題はないのね、うん、ただやっぱりそこは、まあ、疑問点とかもあるだろうから、例えばなんで円安になるのとか、あ、はいはい、うん、これいつまで続くのとか、うんうん、まあ、インフレどうなんのとか、うんうん、まあ、インフレってそもそもどんなんだったっけとか、うん、なんかスタグフレーションって何ですかみたいな、うん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 、まあ、過去にね全世界で1回だけ起こったものが、まあ、恐怖として残ってるわけだけども、で、まあ、そういうようなものの疑問ってあるじゃないですか、うん、まあ、そういったものは、まあ、我々有料サービスやってるので、まあ、そちらでも話をしているし、まあ、そういう疑問はね、うん、至極当然だから、そういったものでお話をしていたりとかしますね。うん、まあ、もしくはね、全世界投資ね、ね、うん、我々推奨している。まあ、これ、王道中の王道なんですよ。で、まあ、いろんなところ、バランスはね、多少は違うかもしれないですけど、まあ、この円安っていうのを受けたときに、うんうん、やっぱり、守れなきゃいけないんですよね。はい。はい、ちなみに我々の運用、としてはですね、まあ、そんな値上がりしない、まあ、ほぼ横ばいです、うん、全世界投資はね、うん、はい、なので S&P500 も、まあ、言った米ドル建てでは下がってるけど、うん、まあ言うてね円建てではそんなに、そうですね、うん、円安になってますから、だから、うん、まあ、その意味では海外運用しているっていうだけでね、うん、まあ、良かったですよね、うん、はい、まあ、これが日本株一辺倒とかだともう目も当てられんっていう、うんうん、そうなりますね、うん、ただまあ日本株一辺倒であったとしても株価はそんなに下がってないので、うん、確かに、はい、うん、まあ、これを機にですね、いろいろ分散とか、まあ、世界分散っていうのを考えなきゃいけないと、うん、まあ、日本ってやっぱり円高のリスクより円安のリスクっていうのが、まあ、我々市民にとっては大きいので、だからまあ自分の市民が運用する資産だから、うん、ちゃんと守らなきゃいけないし、額面で増えてもしょうがないから、まあ、僕らはよく言っているのは購買力を維持しなきゃいけないっていうふうに言っているんですけど、その購買力を維持するためにどういうようなバランスにしたらいいのかとか、あとはまあそんなに激しく動かないように、うん、するのにはどういうバランスでいったらいいのかとか、じゃあそれはどうやってそのバランス出すんだろうかとか、まあそういったものをね一つ一つまあ勉強したり学んだりしてですね、うん、やっていくのがまあ投資活動なんだよね、うん、これら3つね、いろんな立場の方がいらっしゃる、はい、うん、その方を信じてやってみたのであれば、うん、それをまずは良しとしとかないとね、そうですね、でここの中で最悪な投資家像っていうのはもうその方たちに文句を言って自分の金返せみたいなことを言っている人たちは、これはそのこの3人の方以上に最悪です。最後になりますけど言っときますけどね、確かにね、はい、はい、
その方を信じて、まあ、またその言葉を信じて、で、その方でいいと思って自分で決断したんだから、うん、自分で決断したものに関しては自分でケツ吹かなきゃね、うんうんうん。で、そんなに失敗じゃないよ、正直。そう、うん、まだまだ全然間に合うよ。全然なので、まあ、もしこれでダメージを受けたとか、なんかすごいみんなが慌てふためいているとか、うんうん、今後もうもっとさらに下がるんですかみたいな、うんうんうん、まあそういうようなことがあると思うんですよ、はい、そういうふうに思うんであれば、まあそれも契機だから、我々が言っている全世界投資っていうのも一つね、検討材料のものに加えていただきたいなというふうに思うんですね、うんはい、全世界をまんべんなく投資していれば基本的に平均点が取れる、うん、安全運用と言いたいんだけども、うん、おそらくそういう投資に慣れてない方にとっては、うん、それ以上に動いてしまうけどね。それでもやっぱり投資ってそういうものだから、そこは学んでいってまた体験していただくしか方法がないし、多くの人たちがそれで乗り越えられてきてるわけだから、うん、まああなたにも乗り越えられるし、うん、全然大丈夫だと思うんですよね。ただ経験がないだけ、うん、初めて受けたからちょっとびっくりしただけだと思うので、まあ、そこはね、学びだと思って他人のせいにしない、うん、自分自身が決断したんで、じゃあまあその決断にちょっとほころびが見えたということであれば、ちゃんとそこで手当てをしてあげるということですね、うん、まあ、ゼロに戻さない、もう言ったらもうなんかこうひっくり返さないってことですね。やめてしまうとか。そう、そうです。それが一番最悪です。はい、はい。全世界株式とか、うん、まあ S&P500 だけじゃないですよね。うん、はい。まあ全世界株式に行っていた時に、まあ今全世界株式もそんなに悪くはないとは思うんですけどね。うん、はい。まあ、ほぼ横ばいみたいな感じになってると思うんですが、まあちょっと下がってるか。うん、はい。まあでも特に問題はないと思うので、まあ、そうですね、ちょっとアメリカにね、はい、引きずられるところはまあどうしてもありますから、ね、そうですね、まあ、今後どうなるかっていうのはまあ未だに分からないし、うん、まあ実際今年だけで終わるようなものではないので、これから先ね、いろんな問題が出てきますよ。もう食料問題ものすごく大きい問題で出てくると思うんで、うん、今後ね、秋口とか冬ぐらいになると、まあ、おそらく多くの食品がなくなってしまって、ある程度ね、先進国とかは、まあ、分散してね、購入しているから全くゼロじゃなくなるし、まあ、なんなら食料はね、飽和状態、まあ、フードロスみたいなこと言われますけど、うん、余っているぐらいだったから、うん、まだ大丈夫だけど、頻繁に飢饉があったりとか、うん、まあ、食料困難期があるような国だと本当に命の危険っていうのも起こってくると思うので、じゃあそういう時に僕らね、何を考えたらいいのか、投資だけじゃなくてね、まあ、市民としての考え方も当然あっていいと思うし、はい、まあ、その中で、まあ、僕らが投資でできることってなんだろうと、一辺倒の投資は本当にいいのかどうかですね、今一度考えてみていただきたいなと思います。はい、はい、以上ですかね。はい、はい、じゃあ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。